アルゴスオリジナル小説の朗読会を始めます。哲学者パリス思うゆえに世界ある。第16話、健康。私はパリス、哲学者パリスだ。健康は大切だ。そんなことは耳にタコができるくらい聞いてきた。でもそのことを理解している人間があまりにも少なすぎる。テレビをソファーで見すぎだ。車や電車ばかりで歩かなすぎだ。甘いものやしょっぱいものばかり食べるな。運動と食事、なぜその大切さをわからない。どうでもいい娯楽消費にそれだけのお金をかけるなら、どうして良質な食事を取ろうとしない。良質な食事は決して高級ステーキほど高くない。甘すぎるチョコレートを買うなら新鮮な果物を買うべきだ。健康は50代以降に改善していくにはあまりにも遅すぎる。20代から備えなくてはダメだ。結局医療費として自分に跳ね返ってくることになる。